幸せになろうよ。あなたを幸せにします。幸せにできる男になってみせますから。だから絶対に諦めません。これから先僕はもうあなたのことを絶対諦めませんから。そしてなんだかんだまたまたあってですね、結局は幸せになろうよ、僕と君の二人で、そしてみんなで。まあ、ハッピーエンドでよかったですよね。まあ、落ち着くとこに落ち着いたっていう感じですよね。うん、仕事も恋愛も。うん、だからな、こう見ててほっこりした感じにはなれたんですけども。でも、うん、香取慎吾さん、この役柄的なことで言うと、もうイライラさせられたところも多々あったんですけども、でも最終回終わってみて、あの結婚式のシーン、あ、やっぱり香取慎吾さんかっこいいんだなってちょっと改めて思いましたね。そして黒木メイサさんも、最初はなんか役のイメージと合わないなと思いながら見ていたんですが、最後はなんかいいところに落ち着いて、なんかこの二人いい雰囲気で終わったなと思いましたね。あと唯一って思ったのは、八代の元奥さん聖子が全然改心していなかったこと。うわ、あなたはそのままなのねと一番最初に私は応援していたのに、ちょっとそれがショックでした ね。もうああなったらみんないい人になったらよかったと思うんですけどね。ということで視聴率の方は最終回 10.9、 平均 11.7、最高が初回の 16.4。 まあ結局期待が大きかった割には中身がいまいちっていうことだったんでしょうか。そして幸せになろうよの後を受ける2011年7月クール月9は全開ガール、世界を股にかける国際弁護士を目指す野心家のキャリア女子と、学なし財なし将来性なしで子持ちの草食系イクメン男子の二人が織りなす恋と成長を描く痛快子育てラブコメディ。主演新垣結衣、相手役にニュースの錦戸亮、共演陣には平山博之、蓮佛美沙子、鈴木亮平、竹内力、佐藤二郎、皆川猿時、青山のり子、荒川よしよし、薬師丸ひろ子、個性的なメンバーですよね。連ドラ初主演の新垣結衣が初の弁護士役でいかなる熱血ぶりを見せてくれるのか、新ドラマ全開ガール楽しみにしたいと思いますね。ですね。続いては火曜日のグッドライフ。こっち向いてよパパ、わっくんだよパパ、僕だよ、さらにさよならなんてしないと強くなった姿を父大地に見せたわく、そして最後の瞬間にはありがとうパパさよなら、悲しい結末ではあったんですけども、なんでしょう、アモン君のおかげでしょうか、それとも反町さんの演技のおかげでしょうか、最後笑って見終えることができたんですよね。特にお母さん役の井川遥さん、ちょっと前にはフリーター家を買うで弟を叱咤激励する、すごく強いお姉さんっていうイメージがあったんですけども、今回はなんかこう内に秘めたものからどん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 それを解き放っていって、最後には旦那さんである大地と仲直りするような形になったじゃないですか。あの辺もなんかこうみんな強くなってるなっていう感じがして、なんでしょう、本当に見てて悲しい場面たくさんあったんですけども、なんか心温まるいい作品でしたね。ちなみに視聴率は最終回 8.8、 平均 8.7、 最高でも 9.5 と一度も2桁に届かず、しかし関西地区では 13% 台っていうのもザラにあって、なんと最終回は 15% 超え。関西のおばちゃんこんなん好きなんですよ。そしてグッドライフの後を受ける2011年7月クール関西テレビ制作火曜10時ドラマは、チームバチスタ3アリアドネの弾丸、心療内科医の田口と厚労省の変人官僚白鳥の名コンビがまたまた帰ってくる。現代の闇、死因不明社会を舞台に警察との戦いが繰り広げられる医療ミステリー第3弾。主演伊藤敦史、中村徹、共演陣には小西真奈美、福士誠二、市川智博、中村康彦、名取裕子、林隆三、李十豪、安田健、尾身俊則、高橋克典、新メンバーが楽しみですよ ね。バチスタコンビが史上最大の難事件に挑む未曾有の問題作、新ドラマチームバチスタ3アリアドネの弾丸、こちらも楽しみにしたいと思いますね。ですね。それから名前をなくした女神、お子さんを守るのはお母さんあなた方です。
ということで、また新たなママ友地獄への誘いで結末を迎えたわけですが まあ、ものの見事にまとめてしまった最終回ではありました。それぞれのファミリーが落ち着きましたからね。まあ、いいんじゃないかっていう感じなんですけど、うん、それにしてもママ友って怖いですよね。実際こんなことがあるのっていうのがいくつかあって、ちょっと見るに耐えれないこととかもあったので、辛かったですね。でも視聴率の方は最終回 15.9 とジャンプアップ、すごいまあ平均の方は 11.7 だったわけなんですが、やっぱり誰もがみんな結末だけは気になって仕方がなかった。まあ納得した終わり方でしたけどねそして名前をなくした女神の後を受ける2011年7月クール各区ドラマは、絶対レイド特殊犯罪潜入捜査、昨年2010年4月クールの刑事ドラマ続編、未解決事件の真相を追求する特命捜査対策室から新部署となる特殊犯罪捜査対策室に舞台を移し、現在進行形の事件に挑む社会派ドラマ。主演上戸彩、共演陣には桐谷健太、山口さやか、丸山智美、北川博美、木村亮、中原武雄、杉本哲太、北王子金也。新メンバー楽しみですね、うん、でもいなくなった人もいるんです ねちなみになんと新ドラマ開始前には新たな絶対レイド未解決事件特命捜査の2時間スペシャルも放送決定。じゃあそこでいなくなった人の理由がわかるんでしょうか。そしてその1ヶ月後という設定で物語が始まるということで、新ドラマ絶対レイド特殊犯罪潜入捜査、とにかくこちらも楽しみにしたいと思いますね。はい、